レッド TV 第9回新年一発目のレッド TV です。皆さんこんばんは。実はね、まあ今年から、まあ、ピクシブというサービスでね、漫画を投稿することにしました。まあ今からちょっと漫画を投稿するので、まあその様子をゆっくり見ていただきましょう。違う、こっちだ。間違えた。違う。遅いな。実はね、まあ今年からまたラジオも始めようかなと思ってまして、まあネットの放送ですね。まあちょっとよく勝手が分かんないんで、まあまだしませんが、まあちょっと頭入れておきてもらいたいですね。にしてもなんかこれ遅いな。そういえば危険物のおつよの試験が返ってきまして、不合格でした。まあなんか悔しいので、ちょっと今年もう3月ぐらいに受けようかなと思ってます。まあどうでもいいですかね。一応漫画は、DSI ソフト動くメモ帳から、連番 GIF で、投稿しています。これですね。にしても時間かかりますね。まあタグから決めますか。まあ、インベーダーザ・ブラックゲームシリーズというもので投稿してます。オリジナル、で別に暴力というわけでもないんですが、まあ一応ちょっと縛ってる部分があるので一応暴力に入れておきます。
混ぜて、違う、なんか遅いな。なんか通信状況悪いですね。遅いな。で、一応動くメモ帳なので、サービスないので、このまま。説明どうしようかな。なんで応答しないんだろう。やべ、本当になんか手が痛い。おかげさまで第3番目です。ここからはちょっと待ってください。サブタイトルどうすっか。どう？
一応書けましたんで投稿しましょうかね。意外とこれ画質いいんだよね。またかよ。そういえば 3DS で、コミック工房という、漫画制作用のツールが配信されたそうです。私も一応配信されたんで受信 したんですけど、まだ使ってません。もし漫画が完成したら、ピクシブかなんかに投稿してみようと思います。にしても遅いですね。もうすぐ15分になっちまうよ。あまり編集しないからね、まあ面倒くさいですし、だからほぼ取り流しで撮ってます。ないですね。あ、早いですね。たった今投稿したばっかなんですが、もう5人ぐらい、見てくれてますね。これでちょっと私の評価も上がってくれて嬉しいんですが、ちなみに前作はこれ15回で、他にもいろいろと、書いています。まあここら辺は懐かしの作品なので続きはありませんが、まあ第1話で、プロローグ38回。あ、結構見てくれてます。そう、まあこんな感じですね。そう、まあ こっちはこんな感じでいいですかね、今日は。まあ、全く台本もない状態でやってますから、言葉噛んだり間違ったりしますけど、まあ気にしないでください。まあ今更ですが、そういえばこれちゃんと声届いてますか？聞こえなかったらあれ音量上げてくださいね。
そういえばこれ動画と撮影に一時停止機能があるみたいなんです。では少しちょっと一時停止させておきます。まあ少しが飛ばしました。ほんとな、友人はみんな、危険物受かったのになんか私だけなんか落ちたみたいになってます。まあ悔しいのでね、3月ぐらいに。ですがホームページを調べてもなんか3月載ってないんですよね。 そういえば今年って平成26年ですよね。ということはあれか、まだちょっと早かったのかな。まあそう思ってます。まあ先生がから聞くには普通に消防署など行ってあれ危険物の申し込み用紙をもらってからまあ必要事項を書いてまあその法人の方に届けに行けばいいみたいなので。ちょっと待ってどこまで飛ばしました。あ、ミスった。お、なんかある。何これ。明日のジョー、あれもうあのイベント終わったの。あ、終わってんだ。ただ私、明日のじゃなかった。はじめの一歩だ。はじめの一歩ですね。間違えました。すいません。でも、はじめの一歩も見てねえから、ちょっとわかんないですね。なんか、あ、ダメだこれ。俺携帯登録しないから無理だ。あー、ミスったな昨日。スーパーもうこれでいいかな。どうせ明日までやんないですし、早く終わらせたいんで。なんかただ長ったらしい動画になりましたね。では皆さん、まあもう遅いですけど明けましておめでとうございます。今年も皆様が平和でそして健康的に過ごされることを、心よりお祈り申し上げます。では今後ともレッド TV やレッド TV プラス、その他レッドインベーダー赤目半月が描いた漫画などを今年も1年よろしくお願いいたします。これで放送を終わります。